疲れちゃったね。一体どうなってんだ。おい若いの、こっちはオバンバイクじゃねえんだ。ガキどもぶち切り。俺のコードネームは K。 それに奴らもただのガキじゃない。ああ、全てイミテーションのバーゲンセール。だから奴らは本物を欲しがっているのさ。本物？本物？本物ってなんだ？私のことらしいの。アイって呼んでちょうだい、ライデンのおじさん。ライデンのおじさん？なんで俺の名前を知ってるんだよ。奴らは人の命なんか何とも思っちゃいない。最も危険な詐欺師ども、またの名をフラウト。来るぞ。それとも説明できねえわけでもあんのか。どうするパパ。パパ、だけど近頃のガキときたら車とセックスのことしか頭にねえんだから。一体いくつの時のガキなんだよ。世の中には信じられないこと、いや信じたくないことがたくさんあるぞ。青い印名前言うんじゃねえよ。そうかな。吉岡雷電34歳、元警察官。フラウドに関わる事件を調査中、上司と対立、懲戒免職になる。仕方なくシース探偵を改良するが、未だに客はゼロ。ねえ、なんでそんなことまで知ってるの？言ったろ、世の中には信じたくないことがたくさんあるって。ねえおじさん、これでわかった？おじさんには全然わからない。酒の飲みすぎだこりゃ。ケツ、見逃してくれ。裏切り者に与えられるのは死だけよ。二度と愛を失いたくない。もうフラウドに利用されるのはたくさんだ。仕方ないわね、ケ。あなたには死んでもらう。Thank you.
バカな。疑似超能力では不可能だ。低レベルのヘッドメーターズにできるわけがない。レベル5の不良品目が。よくも殺そうとしたわね。よくも私たちを殺そうとしたわね。まさか。おのれ。こんなことが。大丈夫だよ。俺がついてる。町が割れやがった。ポイント1200、移送機械壁が破壊されました。脱走者、元ヘッドメーターズの K と I を追跡中の K2 からの交信も途絶えました。やられたんだ。どうとも生きてこない。やったのは I と K だ。 K2 ほどのヘッドメーターズがやられたとなると、やはり I は伝説のトリガーかもしれない。黙れヒューマロイド。壁の復元処理を急ぎ。あ、いいぞ。リー様、 I を追跡中の K2 が。分かっている。トリガーの存在はあくまでも伝説。しかし最高のヘッドメーターズをもってしても、あの壁が破れるとは思えぬ。思えぬ。ことなんだ。どうしてこんなところに穴が開かなきゃならないんだ。俺に分かるもんか。あれはどう見たっておめえたちの仕業だ。おでこに背番号つけあったおめえたちフラウドの仕業だ。私たちフラウドから逃げてるのよ。でたらめ言うな。フラウドのことは少しは知ってんだぞ。とにかく説明は後だ。はい、ここを離れよう。目立ちすぎる。うん。おい、ちょ待ってくれ。どこへ行こうってんだ。助けて。うん、助けて。やめるよさ。あ、殺さないでくれ。ありがとう、おじちゃま。どういたしまして。私は誰？思い出せない。誰なの私？あ、どうなってんだこれ。ショックで記憶をなくしたのかしら。記憶？それはどうかな。まだ安心はできない。あの、おじさん気持ちはいいんだけど、早く立ってくれない？おじさんが立っちゃいそうなの。おじちゃまかわいい、どいてあげる。どうやら安心しても良さそうだな。はい。うん。どうかした、おじちゃま。なんも。元に戻っちゃった。
装機械壁の修復完了。たまにはリー様もミスを犯すんだな。焦ってるのさ、ライローチン様の一件で。お黙り。おしゃべり人形めが。ジェイ、お前が行ってアイを捕まえてくるのだ。手遅れにならぬうちには。はい。ハードパワーサポーターを着用しなさい。それに。それに。チューンドマンを2名。私は私のものだ。誰にも触れさせたくはない。ましてやバイオテクノロジーの化け物に破壊されてたまるものか。リー様、お飲み物はいかがいたしましょう。うるさい。リー様、相変わらず威勢がいいな、リー。ん？わしは先に一杯もらっておるぞ、クラグアリー。ライローチン、貴様、いつの間にここへ。ライローチン様がお見えだったので、お飲み物はいかがかと。今は疲れている、引き取ってもらおう。引き取れというのか、このわしに向かって。まだうまい酒が残っておるのに。ノーリー、お前がこのフロアのチーフでいられた時期は終わったのだ。これからはこのわしの時代やけ。アシスタントの分際で私に命令しようというのか。もう昔のわしではないのが分からんのか。つまらぬ小細工はやめろ、ライローチン。このライローチンが倒せると思うなよ。己、ヘッドメーターが効かぬことなど。言っただろ、もはや昔のわしとは違うのだ。せいぜいカタストロフに怯えておるがよい。カタストロフ。リー様。レイがアイを連れて脱走して以来、リー様は短気になられた。今までなら決して私を手元から離すことなどなかったの。ジューンドマンのイーです。同じくリアンです。お供せよと仰せつかりました。よろしく。行くぞ。
それ以来俺のヘッドメーターは5までしか上がらず、奴らから不良品の刑と呼ばれ、駒使いをやらされるようになったってわけだ。じゃあやっぱりお前もフラウドの仲間ってわけか。仲間っていうよりは奴らの実験材料かな。それも不良品さ。パパは不良品なんかじゃないわよ。はい、お腹減ってないか。何か作ってやるぞ。私がお料理する。おじちゃん、キッチンどこ。キッチン、キッチンと呼べるかどうかはわからんが、冷蔵庫ならドアの奥だ。おいで、お前にも何か作ってあげる。やっくん、さて、このおでこちゃんにも何か着るもんを。おっと、その前にもう一つ、あっちのガキとデブネコもフラウトの一味なのか。ネームはアイ。間違いなく人体実験されて死んだ彼女のクローニングタイプだ。アイは何も知らない。だから俺はあの子のパパになってやることにしたのさ。なんてことだ、まったく信じがたい話だぜこりゃ。まあ惚れた女を失うぐらいつれえことはないけどな。あららどこか。起きるんじゃねえぞおでこちゃん。早まるね。ちょ、うん、おじさま素敵でも早いのね。ああ、大人をからかんじゃねえ。ちっ、そんなに年中飲んでると体壊すぜ。覚えてきな若いの。おまわりと探偵の違いはな、勤務中でもこいつをやれるかやれないかだけなんだ。まあおめえの話が本当かどうか10年後にあの子に会ってみれば分かることさ。どうしたのみんな、食べ物なんかどこにもないわよ。事務所で飯食えるほど暇な探偵じゃないんだよおじさんは。パパ、ヘイ、そこにいるのは分かっている。おとなしく愛を渡せ。うわあ、また変なのが出てきやった。いつ裏切ったな。おい若いの、どうするんだ。パパ大丈夫さ、俺が時間を稼ぐから、あんたは愛と K2 を連れて逃げてくれ。奴らと一戦交えようってつもりか。パパ行かないで。はい、ずっと前から決めてたんだよ。お前は俺が、いやパパが守るって。パパ念のために言っておくが、 K にはヘッドメーターズとしての手術だけではなく特別なチューニングもしてある。108箇所の壺がバイオコントロールされ、俗に言うキューバの馬鹿力を出すことができるかもしれん。108箇所、人間の煩悩の数ですな。行くぞ。He's a special man. He's a psychic fighter. Fighting for justice for the peace of our lives every day. And I call his name. When in trouble, he'll be there to save you. He's a man born to rescue space from an evil animal.He can see thousands of miles away. He's got super psychic power. Clever and evil,
in the name of goodness, search for truth and love, send him waves, running in danger, maybe they'll just find you. Mystery, mystery, our man, fighting for life's kiss a man. あとは任せたわよ、E。さっきまでの威勢はどうしたの？ねんねの時間にはちょっと早いわよ。なかなか予想以上のパワーじゃない？そうこなくちゃな。はい、よっと黙ってるぜ。まあね、かわいいわよ。やられたら姉さんが解放してあげる。感激ですわな。匂うぞ、匂うぞ。B のやつめ、あの小娘で何か企んでおるの。念のため始末しておくか。遊んでる暇はない。すぐに手を始末しろ。分かっております、ミスター J。 おお、しもり知識不明レベルよ。おとなしく帰るんですな。おとなしく帰るのは貴様の方だ。この娘たちを連れて行かせるわけにはいかないんだよ。まだ引かなくちゃならんことが山とあるの。おじさま。ねえ。銃の扱い方には気をつけるんだな、おじさま。今度そいつは私に向けてみろ。細胞までバラバラよ。なるほど、 K2 の仕業か。裏切り者め。おでこちゃん、感謝するぜ。え、お前は J、E、リャン。私がやっちまったのかい。さては K2、お前記憶が戻ったな。おじさま、ぐちゃぐちゃ言ってる暇があったら念仏でも唱えたがいいわよ。待て、E、リャンのことは忘れろ。我々の任務は愛を連れて帰ることだ。しかし、ミスター J、 言われた通りにしろ。いや、帰れないだし。ああ、
Mr. Jane! 大丈夫か？ Mr. Jane、助かりましたです。一体この化け物は。あははは、悪く思うな。小娘はライロウチンがもらい受けたとリーに伝えるがよい。ライロウチン、貴様は。どれ、そうはさせるものか。ミスター J、 そう。Jからの連絡も途絶えた。やられたというのか。これで二人目だぞ。それも上級ヘッドメーターズが。Jほどの者がそうやすやすとやられるとは思えませんが、連絡は途絶えました。チューンドマン2名、たかが不良品の刑に太刀打ちもできなかったというのか。差し出がましいようですが、おそらくこの一件の裏にはライローチン様があるかと。ライローチン、確かか。は、 83% の確率でおそらく。よし、わかった。すぐに機動空兵ダイバーをスタンバイさせろ。はい。ライローチン、狙いはこの私か、それともトリガーか。意外と若いじゃない。あんまり飛ばすんじゃねえよ。現地だぜ、現地。いたと遊ぶだ、もしかし。足も出てくし、しゃーって。よし。大丈夫だ、今助けてやるからな。パパ、ケイ。そうか、お前が不良品のケイか。一つ面白いことを教えてやろう。なんだと。その小娘こそフラウドのクローン計画が生み出した怪物なのだ。そう、愛の力はこの世界を崩壊させかねない。だからこそフラウドは愛を必死で取り戻そうとしておるんじゃ。バカな、この愛が世界を崩壊させるなんて、貴様の方こそ怪物じゃないか。ところがリーのパワーでも愛の力を抑えることはできない。怪物の本性を表す前に愛を抹殺するのが一番良いのじゃ。パパ。愛を殺せ、殺すんじゃ。そうだ、殺せ、殺すのだ。ケイ、いや、パパ、信じて、私怪物なんかじゃない。殺せ、愛を殺してしまえ。ヤハハ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 
った。あ？バーバリーだってことは、やおやや、愚かな。いくらヘッドメーターズとはいえ、この高さから落ちれば命はあるまい。確認をしたのか。もし本物のトリガーだとしたらいかんとする。念には念を入れるのだ。しかしどうやって。町ごとあの小娘と刑を押し潰すのだ。トリガーを押し潰すのだ。やめるんだあと言えども助かるまい。なってんだかさっぱりわからねえが、えらいことになっちまったな。みんないなくなっちまった。最初でっかした時は度肝を抜かれたが、俺の命を助けてくれたし、案外根はいい女だったんだな。もったいねえ。にゃお、おう、よしよし、おめえも悲しいか。本当言うとな、あのおでこちゃんは俺のタイプだったんだよな。ま、今頃言っても遅いわな。今のは本心か。あ、お前は K2 が好きだったのか。あ、答えるんだ。あ、好きでした。しません。やった、おじさま。おじさま、私も同じ気持ちだったのよ。脅かすなよ、お前桃太郎かよ。まあ、かわいい。くしょう、下半身が動かない。大老人の野郎、大丈夫ですか、ミスター J。 あ、なんとかな。あたしゃ亀ですよ、これじゃ。ダイバー、新鋭の機動空兵じゃないか。リー様、
申し訳ありません、リー様。この次こそ必ずやケイを倒し、愛を。お見事。治ったです、リー様。行くぞ。決まったぜ。お。どう素敵でしょう。それじゃ前とあんま変わらねえ。長いお耳をつければバニーちゃんだぜ。にゃおーにゃおい。ナイス、素敵じゃない。どうでもいいけど、おめえたちはどういう趣味してんだよ、あったか。ま、行きましょうか。釣りはいらないよ、取っておきな。さてと、服も新しいのに変えたことだし、そろそろ話してもらおうか。話してもらう。記憶が戻ったんだろ。え、命を助けてくれたことには礼を言う。しかし記憶が戻ったとなると話は別なんだよな。これがそんなもん使わなくても大丈夫よ。私はもうフラウドには戻れないんだ。リャンをやっちゃったしね。リー様は裏切り者を決して許しはしない。私はもう死体と同じなんだ。おじさん、ごめんごめん。ただ身についた職業上の性格でよ、合点のいかねえことあるととことん調べたくなっちまうんだ。すまなかったな。あ、ね、あ、あ、あの野郎。ケイ、俺が殺した。え、あなたはこの子を必死で守っていたわ。違う、俺が殺したんだ、あの時も。そして今度、ライローチンのマインドコントロールで支配されてたのよ。あなたのせいじゃないわ、ケイ。あのカプセルのお化けは一体何者なんだ。あれ、あいつ、ライローチンはリー様のアシスタントだった科学者なの。それが突然別人のように変わってリー様に反抗し始めたの。そのリーって野郎がフラウドのボスなのか。そうだ、俺たちをこんな目に遭わせた張本人は奴だ。あ、でもケイ、ライローチンの目的はリー様よりもっと恐ろしい気がするわ。きっと何か企んでるはずよ。そしてライローチンとリー様の戦いの鍵を握っているのがこの子なんだわ。かわいそうに、まだ何もわからない子供なのに。どうして俺は。俺も分かっちゃうよな、あの気持ち。おじさま、俺はある事件を追ってて、その背後にフラウドがあるのを突き止めたんだ。だがフラウドを張ろうとした途端、クビだ。それが元で女房も俺に愛想を尽かして出て行っちまった。探偵になって絶対フラウドの正体を暴き出してやる。そう心に誓ったが、来る日も来る日も浮気や離婚の調査ばっかし、中途半端やつだけじゃねえ。年取るにつれて坂道を落っこちるように中途半端になりやがる。俺の性分かもな。年の割には奴の試練も結構重いってわけだ。うん、この子まだ生きてる。うん、え、パパ、パパ、私怪物なんかじゃない。はい、よし、急いで病院で。え、あ、
分かっております、ミスター J。 どけMr. J. Mr. J. J. 様。リャンはお前の友達だったんだろ。あの時はああするしかなかったんだ。すまなかったね。ついてるね、お前は。私が中年のおじさまと恋をしてなきゃ今頃スクラップだよ。鳥のように大空飛ぶときは鳥じゃ嫌よ、すごい心細い光と速さ競い合う時も星の自転車に乗りついてきてね、あなたとならいつだって楽しくなれるわ。血中 PHD 異常なし、アルファ DNA 分離、ベータガンマ DNA フィックス、対クローンタイプハイブリッドオーガナイザースタンバイ完了。もう少し処置に手間取れば手遅れになるところでした、リー様。ライローチンのやつめ、危ういところだったわ。よし、リオーガナイズ開始。リオーガナイズ開始。
何事だ。の経緯、やつがここまで来たのか。だが付き合ってる暇はない。リオーガナイズを進める。蘇るのだ、伝説のトリガーとして一刻も早く蘇るのだ。騙されていたんだよ。すまなかったね。さあ、アイ、パパのところにおいで。パパにお前の力を貸しておくれ。パパ。もう大丈夫だ。パパがお前を助けてあげたんだよ。だからアイ、今度はお前がパパに力を貸しておくれ。うん、わかったわ、パパ。オーガナイズ完了。さすがはリー様、潜在意識まで支配しておられる。パパと一緒に帰ろう。あなたは誰？パパ、怖い。あのおじさん誰なの？いや。貴様、アイに何をした？不良品にいちいち答える義務はない。命だけは助けてやるから、気を失せろ。くそ。アイ、パパだよ。助けに来たんだ。早く帰ろう。いや、あなたはパパじゃない。私のパパはこっち。アイ、どうなってんだこりゃ。やお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 や逃げてちゃダメなんだ。相打ちになってでも愛を助けてみせるぜ。パスワード？バカな真似はやめろ。犬死にしたいのか。殺そうと思えばいつでもできるんだろ。
お前がいくら突っ張ったところで愛はもはや以前の愛ではないのだ。無駄なことだ。パスワード、そんなもの知らない。にゃお、知らない、パスワードなんて知らない。確かに生命ほど神秘的なものはない。スーパーコンピューターの記憶バンクよりもはるかに膨大な量の情報をこのちっぽけな4種類のヌクレオチドが記録してしまう。きっと DNA 遺伝子は四進法で全ての生命形態を時の流れとともに記録分類しているんだろう。見たまえ、これは自分には記録のない遺伝子を自らに組み込もうとするクローン細胞アロイ10号体だ。アルファ型クローン細胞の遺伝子情報を吸い取ってしまった。諸君、どうやら我々は神の領分を犯してしまったらしいぞ。それじゃあビデオに記録しますから私にも拝ましてくださいよ。ああ、うまく写してくれ。しかしこんな研究がなされていると知ったら世間は我々のことを何と言うかな。何も知らないうちは天使、知ってしまったら悪魔、やつらにとって科学者はそのどっちか。あら、実験動物持ち込んじゃダメ。ここはトリプルAルームよ。忘れたの？了解了解。あれ、おかしいな。おっ、バイオポリュージョン汚染だ。無限クローニングプロセスの中で偶然発見された遺伝子10号体アロイの出現によってバイオ汚染は現実のものとなった。遺伝子の遺伝子による遺伝子のための人工進化、そして種の混乱がもたらす自然進化の歴史の崩壊、全てがイミテーションの偽物文化。我々は手遅れになる前に人類のオリジナルデータをある女性の細胞に生体記録することにした。遠い将来、しかし必ず訪れる混乱と破局のその時、トリガーとして人類の記憶細胞を蘇らせるための生きたアンチバイオプログラム、パスワードは愛して。不良品は私の方だったらしい。すまなかった。この通りだ。今までのことを許してもらいたい。リー様が人に謝るなんて、
どうやら我々はナンクロン世代にもわたって共通の敵と戦ってきたようだ。今のパスワードを聞かされて眠っていた記憶細胞が蘇ったというわけだ。繰り返すがすまなかった。おい、にゃん。バカタレ、相手は謝ってんのになんてことしよる。でも今のパパじゃないもん。え、これはパパがやったんじゃないの。本当俺じゃない。パスワードはアイスティー。そういう仕掛けじゃったのか。ライロージ、たっぷり楽しませてもらったぞ。リー、貴様の手の内も全て読めた。かわいい顔しよって。伝説のトリガーと鷹をくくっておったのが失敗じゃった。まさか生体プログラムだとは思わなんだの。まあよい、体の隅から隅まで分子単位で調べ尽くしてやるわ。何よエッチ、冗談じゃないわよ。さて、邪魔者から料理するか。覚悟は良いな、リー。何が望みだ、ライローチ。アシスタントの分際でこの私に代わってフラウドの権力を欲しいままにしようというのか。お前ごときさもしい根性で培養船から人類を守れるわけがない。荷が重すぎるぞ。培養船から人類を守る。たとえクローンだろうがヘッドメーターズだろうが、そこがお前ら人間どもの勝手なところよの。ん。言っておいたはずだぞ、リー。もはや昔の私ではない。何が培養船だ。面白いものを見せてやろう。おじさま、ライローチ。あれはライローチなんかじゃない。遺伝子中合体だ。正体を現したわね、アルン。このようにひとたび汚染された進化を元に戻せると本気で考えておるのか、愚か者めが。いや、そんなことでこのわしを倒せると思うか。ちょっ、あ、兄様。動くとひねりつぶす。若い女体の感触は何とも言えんの。ひねりつぶすのは王子。ケイス、くそ、おのれ。細胞がピキピキしておる。借りは返したぜ、K2。 サンキュー、返してもらった。うわあああああ
しい。もっと欲しい。リー様！撃て！こいつはあらゆる生命体の DNA を組んだ。だからわしごと一緒に撃て！撃つ！リー様！撃つんだ！あ？くぅぅぅ撃つんだ！ケンズ！せいじゃない。にゃお。人間どもめ、自然進化のルールを犯したバカな悪魔どもめ。この世界で最高の存在を自分たち人間だと思うなが、遺伝子集合体の前ではお前たちも単なる動物の一つに過ぎないのだ。思い知れ！なんだこれは！基礎大きな兵器だ！コンピューターミスかな？ケイツ！
ない。いつまで持ちこたえられるかな。よし、愛を頼んだぞ。おおおお、このアロイと同様、人間どもよりは寸断優れた生き物のはずだ。そのお前がどうしてこんな無益な害虫どもを助けようとする。パパやみんなは害虫なんかじゃない。殺さないで。こいつらの正体を知らないな。人間だぞ。進化のルールを無視した悪魔の生き物だぞ。そうよ、そんなこと嘘嘘かどうか自分の遺伝子に聞いてみるがよい。Thank you.
って、これからどうする？まだ考えてないさ、あんたは？俺はまた浮気の尾行よねえパパ。なんだい？はい。私たち人間は本当は怪物なの？本当は悪魔なの？さ、そうかもしれないな。でもそれは千年後に神様が決めることさ。千年後？それもそうね、パパ。素敵。また海に行こうか。うん、行こう。おい、本当に俺たちは悪魔なのか？可愛い悪魔になってあげちゃう。ブヒヒヒ。おじさま、素敵。おでこちゃんも素敵。本当？だったら今夜、私を愛して。ボーン。おい、聞いたか、若えの。おじさまたちはな、これからアダルト。あれ？あれれれ、いなくなってた。気を利かせよってかな。あら、おでこちゃん、バニーちゃん、恥ずかしがらずに出てらっしゃい。大人をからかうんじゃねえ。何が愛してーだ。全てイミテーションのバーゲンセール。だから奴らは本物を欲しがっているのさ。腐ったれ。一体どうなってんだ。にゃおにゃお。